いつか笑って過ごせる日までと申します。今回ですね、意外と知らない、ベーシックインカム、共産主義、生活保護の違いとは、ということで話していきたいと思います。まあ、前回の衆議院議員選挙の時にね、小池さんがベーシックインカムということを突然言い始めて、小池都知事ですね、小池都知事がベーシックインカムって言い始めて、何のこっちゃって思った方、多いと思います。そしてね、共産主義とか生活保護、この辺とベーシックインカムってどう違うんだろうか、わかんないなっていう方も多いんじゃないかなと思いましてですね、今日は簡単にこの3つについてどういうものなのかということと、メリットデメリット、そして違い、こちらをね、説明していきたいと思います。ではね、まず最初にね、ベーシックインカムって何なんだろうということでね、簡単に説明すると、国民全員、一定の金額を配っていく。無条件にね、配るということですね。こちらは、生まれた時から死ぬ時まで。まあ、例えば月5万円だったら5万円、10万円だったら10万円。という感じで、お金を配るんですね。みんなにね。これをすることで、最低限度の生活を保障する。何もしなくてもね、お金もらえますよっていう制度ですね。次に、共産主義って一体どういうものなのか。というと、簡単に説明するとですね、個人の財産持たない。要は家を持たないんですね。家とか、車とかっていう財産みんな持ってますよね。いろんな財産をね。これを持たず、みんなで共存していくっていう考え方なんですね。国家の管理のもとで、国民は労働力を提供。その対価をみんなで分け合う。というのが共産主義です。で、生活保護。まあ、こちらはですね、今日本でも導入されてますので、知ってる方が多いと思いますけれども、簡単に説明していくと、病気や失業。まあ、怪我とかもですね。こちらで生活できなくなってしまった人。この人にお金を渡して、最低限の文化的な生活を送れるようにする。みんなで助け合う制度ですね。まあ、こちらさっきも言いましたけど、日本の生活保護はこの考えて行われているもので、国民の生活を保護、国民を保護するための最後のセーフティーネット、と言われていますね。さて、簡単に説明しましたかな。どれもね、これも似てるな。って思った方も多いんじゃないでしょうか。そこでですね、まずメリットから話していきましょう。ベーシックインカムってどんなメリットがあるの？っていうと、働かなくてもね、ある程度の生活、まあ最低限の生活ですね、ができるので、ブラック企業などで働く必要がないんですね。まあ生活するためにお金必要ですけど、ブラック企業ってすっごい長い労働時間、拘束した上で、給料は少ない。理不尽な暴力をされる。でも、生活のために辞められない。でも、最初からベーシックインカムでお金配布しとけば、まあ、苦しいながらも生活はできる。これだと、ブラック企業では働かないですよね。はい。というのが、ベーシックインカム。のメリット。ああ、そうですね。あと、無理して働かないように病気などを悪化を抑えることができるというメリットもあります。はい。共産主義のメリット。こちら貧富の差がなくなるんですね。働こうが働かまいが、どんなに頑張ろうが頑張らなかろうが、同じ収入ですから。みんな同じ収入を分け合って生活していく。というものなのでね。病気なんて働かなくなっても、収入が途切れない。こちらベーシックインカムみたいにね、最低限度ではなく普通に収入入ってくるんで、安定した生活が送れます。そして最後、生活保護のメリット。万が一働けなくなった時にお金がもらえるので、餓死するなどの状態にはならないということで。まあ、こちらもね、最後生活できないよってなった時にお金がもらえる。まあ、もちろん手を挙げなきゃいけないですけど、助けてって言わなきゃ。いけないですけど、助けてって言わずに家でこもってたりとかするとね、誰にも気づいてもらえずに残念なことになってしまうってこともありますけどね。メリットとしては、働けなくなった時にお金もらえますよっていう制度ですね。さて、いいとこばっかり言ってきましたけれども、今度デメリット話しましょう。ベーシックインカムのデメリット、まあもちろんみんなにお金を配るわけですから予算が必要なんですね。しかも、
かなり高額になります。1億人に5万円配ったら、いくらになるんだっていうことですね。すごい金額ですよね、これね。毎月ですからね。はい。というのがデメリットです。共産主義のデメリット。働いても、働かなくても、頑張っても頑張らなくても、なんか、チーンたら、商品並べてもね、テキパキと商品並べて、もう、死に一緒です。これやる気なくなっちゃいますよね。だって、正直な話、例えば、コンビニとか、ね、スーパーとかで働いてたとして、次々に商品を出して、並び替えて、整列して、店をきれいにして、レジもバンバン売って、お客様にも満足いただけるスーパー店員がいた。はい、君も20万円。大半を店舗の裏でタバコを吸って、なんか客が多くても裏でコーヒー飲んでるみたいな。もうダメダメ店員。これでも20万円。一緒。これやる気なくなっちゃいますよね。はい。で、指導者に権力集中しがちになっちゃうんですね。まあ、その指導する人がみんなにこう割り振るわけなので。貧富の差がないって言いながらね、その指導者や周り、指導者の家族とか仲のいい人たちが富を抱える、要は、優遇されるんですね。よりやりがいがある仕事とか、より楽な仕事をやって、収入がもらえちゃう。まあ、これ防ぐためにね、貧困法制で平等な完璧な就職必要になってしまう。まあ、こんな人は、まあ、いませんわね。まあ、他の共産主義の、今共産主義を導入している国を見ていくと、権力者の顔が浮かんでくるんじゃないでしょうか。はい。で、生活保護のデメリット。これ、働かなくても一定の収入が得られるのとね、稼いだ分だけ支給が減るわけですよね。例えば、生活保護費が15万円だとすると、15万円入ってくる。で、例えば、ちょっと体調いいな、ちょっと働こうかな、っていう日があって。毎日少しずつ働いたとして、まあ3万円ぐらい稼ぎがあった。頑張った3万円。これで18万円になるんだったらね、働こうかなっていう気になるんですけど。その3万円プラス生活保護費12万円の15万円。働かなくて家でゴロゴロしてても15万円。ちょっと体調いいから働こうって3万円稼いでも15万円。これだとね、一度生活保護になると脱出しづらくて働く気力なくなっちゃいますよね。またね、現在の日本の場合はですね、国民以外にも支給しているので、そのお金欲しいなって永住してくる人も出ちゃうんですね。まあ、どこぞの国から何人かやってきて、入ってきたはいいけど、すぐに生活保護の申請をして生活保護を支給されていた。なんてニュース聞いたことがある人もいると思うんですけど。そういうことが起こってしまうと、国の予算いくらあっても足りないですね。はい。ということで結局どの制度がいいんだと。言うと、まあどの制度もね、一長一短あるんですね。まあ、どれがいいというのは一概に言えないところではあるんですけれども、個人的にはね、ベーシックインカムが一番いいんじゃないかなと思います。まあ、運用の仕方次第、運用方法次第なんですけれどもね。まあ、構成次第ではあるんですけども、これが一番ね、構成しやすいんじゃないかなっていうところがあるんですね。なんでやっていうと、まず、国民全員に一定の金額を払うわけですね。で、そこから自分で働いたお金でも引かれないんですよね。生活保護だと引かれちゃいますよね。例えば15万円渡されて、3万円稼いでも15万円なわけですよ。15万円以上お金をもらおうと思うと、15万円分以上稼いで生活保護から脱出しなきゃいけない。これってなかなか難しいと思う人が多いですね。だって、堕落した生活経験しちゃってますもん。なかなか難しいですよ。でも、ベーシックインカムの場合だと、例えば月5万円なり10万円なりっていうのが入ってくる。それでまあ、なんだろうね、1日朝食パン1枚食って、昼に味噌汁とご飯食べて、晩ご飯はご飯と
ちょっとおかずちょろっと、っていう生活をずーっと5万円で何人か集まって、まあ、シェアハウスみたいな感じでね、生活していて、脱出したいなって思ったら、それこそ、ね、ちょろっとバイトして、ね、今、東京都だと1000円くらいなんですかね、時給。1000円時給稼げるとなると、1日3時間稼ぐと3000円。これ月10日やると3万ですよね。その3万円で、おかずを1品毎日増やすとか。まあ、計算的に3万円だと1日1000円なので、まあおかず1品増やせますよね。1品どころじゃないかもしれないですけど。まあ毎食1品ずつ増えていく。朝ごはんのパンにバターがつき、目玉焼きがつく。昼ごはんのご飯と味噌汁に、唐揚げがつく。晩ごはん、ご飯と味噌汁と、メインのおかずに、副菜つける、デザートもつく。っていうことができるんですね。と考えると、まあ、生活保護よりもベーシックインカムの方が人のやる気をなくさない。という意味でいいんじゃないかなと思います。で、また共産主義だと、まあ、こちら、いくら働いても給料変わらないので、そう考えると、ベーシックインカムだと、最初もらえるお金はあって、それプラスで働けばもっと増える。というあたりがね、ベーシックインカムなのかなって。ただまあ、ベーシックインカムと褒めてますけれども、これはまあ、最初に言った通り、先ほどかな、デメリットとして、全員に配るための予算が必要になるんです。これがあるので、公共サービスは減ります。もちろん。例えば、そうだな。図書館今無料で本借りれる。無料で席に座れる。これが席1時間100円とかね、200円とか。本借りるのに50円とか100円とかかかってくる。まあ、これに関してはベーシックインカムでもらったお金でやってね、みたいな。こうになっていきます。もちろん、道路のね、道路がボロボロになってるのを直さないとか、そういうことはしちゃダメですけれども。まあ図書館ですとか、市営プールが値上がりしたりとか、市民無料だったのが市民100円、市民以外の人、今まで300円だったのが500円になる、みたいなね。感じで、まあ、公共サービスは減らすしかないです。その分を配る方にやる。まあ、予算の確保っていうのがね、ちょっと難しいのかもしれないですけれども、まあ生活保護をなくす分とか、そういった公共サービスの減らした分とか、そういうところでやっていけばいいのかなと思います。はい。ということでね、まあ、ベーシックインカム導入する上で、他にも、共栄住宅、共に栄えるですね。みんなで一緒に生活する場所とか、まあ、月にね、20万も30万もみんなに配るって無理なので、5万とか10万とかの単位になってしまうので、そのお金で生活できるような施設、とか必要になってくるとは思います。まあそこから出たかったら自分で外で稼いでねっていう。でも稼げなくなったらいつでも戻ってきてねみたいなね、ところがね。まあ、この辺の詳しい共栄住宅とかベーシックインカムとかの詳しい話はね、今回ちょっと主題からずれるので、また、どこかでお話できればなとは思っております。ということでね、初心者向きに簡単にではありますけれどもね、ベーシックインカム。共産主義、生活保護。こちらの違いについて説明させていただきました。はい、よろしければね、チャンネル登録、よろしくお願いします。右下のボタン、押していただければね、登録できますのでね。はい。普段はですね、謝罪の動画、人から提供してもらった謝罪、これおかしいんじゃないの?とかね。これ危ないよ、とか。警察官が信号無視したよとかね。そういうのをあげてます。まあ、ちょっと最近はこうやって喋る機会も増やしていこうかなと思っていますけれども。まあ、今まで通り、謝罪法もね、載せていきますので、よければそちらの方もね、見ていただければと思います。ということで、フリーライター、いつか笑って過ごせる日まででした。ご視聴ありがとうございます。